はい、ウエちゃん TV レゴスターウォーズスカイウォーカーサーガ実況ということで、始めていきたいと思います。前回ですね、キャラクターの解除コードというものをですね、皆さんに、お伝えしましたけども、はい、今回はですねかなり難しいステージになりました。それではですね、大まかな流れをですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずですね、ミニキット5個ですね。これね、名前がちょっとついてるんですけども、見晴らしがいい場所とかですね、掃除係は誰がするとかですね、まあ5つあります。そしてですね、チャレンジとしてはですね、フォースでドロイドをですね、5体それから押し出すとかですね、フォースで足場を突くとかですね、ダースモールを撃退すると。それではコンプリートした動画を見てやってください。マンダロリアン、これですね、なんでここにいるのかと言いますと、デラックスを購入しております。ということで、こうマンダロリアンいるんですけども、コントローラーグローグもいます。コントローラーの一番でかいところ、四角を押してみます。はい、キャラクターのですね交代方法というのはですね、ここメニューのですねキャラクターというところをやっていきます。はい、ここで交代していくんですけども、ここですね、これがメニューになります。はい、まずジェダイですね。はい、ここで、シャークティとかですね、まあ、6解除されているところですね、例えばガラクタですね、ガラクタ、クイールとか、そしてならずもの、で、まあ、中爆下とか、もう6解除されてますね。それとか賞金稼ぎ、として、まあ、マンダロリアンがいます。ヴィラン、ダークサイド、ダークサイド、はい、皇帝もいますね。とかですね、こんな感じでですね、キャラクターをセットしていきます。それではやっていきましょう。以前のレゴのゲームはですね、フリープレイモードにならないとですね、まあ、これ他のミッションなんですけども、フリープレイモードにならないとですねキャラクターが解除できなかったんですよね、フォークスの覚醒とかはですね。でも今回はですね、こうやってストーリーモードでもキャラクターが交代することができるようになったようですね。はい、本当綺麗ですね、レゴ。もうこのマンダロリアンもですね、むちゃくちゃ汚れからですね、すべて、まあリアルに作られてますね。映像ももう全然違いますよね、以前とは。で、ここもまた広いし、先ほど Windows って言いましたけども、私ですね、PS4 とか PS5 とか、まあ、Switch とかそういうんじゃなくて、Windows でやってるんですね。というのもですね、編集の都合上ですね、まあ、100% コンプリートということで、なかなかですねコンプリートできない場合もあるんですね。ということで、セーブデータをですね毎回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 取ってるんですね。ということで、失敗したらそのセーブデータを入れるといった具合で、修正して、皆さんに、動画編集してお伝えしているといった具合なんですね。はい、それではやっていきましょう。元老院へ。お、ここ毎回止まりますよ。はい、映画でもありましたね、ジャジャビンクスはもう船に乗り込んでましたけども、はい、オビワンが助けてくれますね。ロイヤルスターシップで、逃げます。はい、ベロベアですね。毎回やっぱ面白いですよね、本当にレゴって面白い。はい、オッケー。はい、汚れもしっかりありますね。シリアス、まあ、顔がしっかり隠れてますよね。まあ、これなぜかという話なんですけども、てんてんてんっていう感じですね。はい、弟子はですね、まあ、シス教としては一人しか、まあ現実で持てないというところですね。死んでしまえば持てるんですけどね。はい、チュートリアル、まあ、これなんていうんですかね、まあ、ボタンでホロープロジェクターを開いてギャラクシーマップで目標まで移動しようということで押してみましょう。コントローラーのでかいところですね、ボン。はい、コルサント、他のところはですね、ロック解除されていません。結構いっぱいありますね。そして、まあ、これタトゥーインですね。そしてナブ、まあ、マップも表示することができますね。はい、ちょっとマップを表示してみましょう。はい、OK、マップを表示。はい、こんな感じでですね、まあ、右の、まあ、レベルがありますけども、あれ、ちょっと、はい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 、
元老院広場ですね、まあこんな感じですね、まあちょっとざっくりとしたマップしかないですね、ここでミニキットとか表示されるとですね、かなり使いやすいんですけども、はい、戻っていきましょう。コロさんと移動ということで、飛びます。連邦管区いきます。飛びます。はい、コルサント連邦管区に到着いたしました。やっぱかっこいいですよね、ロイヤルスターシップ。はい、パルパティン議員が来ましたね。はい、このパルパティン議員はですね、本当はダースシリアスなんですね。はい、マスタージェダイ、ということで、登場人物はここですね、まあ4人になりますかね。それではアミダラ城でいきましょう。ストーリーを続行する。オッケー。はい、行きましょう。はい、話す。ご無事なお姿を拝見できて何よりです。通信が途絶えたので最悪の事態も頭をよぎりましたぞ。ナブーの状況をぜひお聞かせください。ナブーのですね、混乱を招いたのは、封鎖したのはですね、このパルパティンなんですね。というのもですね、元老院のですね、最高議長になりたかったんですね、なりたいんですね。ということでナブーに混乱を招いてですね、その混乱に乗じて最高議長を交代して自分がなろうというところなんですね。特別議会を招集しました。正直に申し上げて議長に実権はありません。侵略に対して元老院が手を打つかどうか、より強い力を持つ最高議長の再選を陛下がお求めになるのが一番です。力を持って正義を求める。遅いなこの人、遅いな遅いな。阿弥陀羅が早いのかな、阿弥陀羅が早いのかな。はい、話す。ああ、着きました。着きましたね。この船で議事堂に向かいます。私は他の用事がありますので。まあ忙しいお方なんでしょうね。はい、行きましょう。準備ができましたらオフィスにおいでください。話し合いを進めましょう。では後ほど。取るな取るな。はい、行きましょう。あら、動かないな。はい、取ります。別の惑星に行くんですか。はい、オッケー、乗る。コルさんと議事堂ですね、移動。はい、安全に。はい、これね、すぐ前から帰ってくるんですね。ほんと時間短縮でいいんですけども、はい、セーブ中。はい、それでは行きましょう。はい、行きましょう行きましょう行きましょう。だいたいね、次のステージ行くときはこうやって光のところに入っていくみたいですね。ほんとハエみたいですよ、虫みたいです。はい、行きましょう。はい、OK。 ああ、はい、いらっしゃいましたな。会議を始めてよろしいですか。はい、始めてください。はい、行きましょう。はい、ここは元老院ですね、まあ国連みたいなものですね。はい、皆さんいます。はい、ウキジャワまでいますね。はい、ダースモールいます。早急に通商連合を止めなければなりません。正式にマスアミラ、銀河共和国の議員の皆さん、バローラム議長を不信任とし選挙の実施を要求します。正式に正式に。はい、まあ、ナブーに戻ります。ナブーに戻ります。そうですよね、まあ、国連みたいなもんですからね、役に立ちませんよね、毎回国連っていうのは。本当に私のパダクエガン人、今それどころメイスウィンドウ、女王とナブーへ行き、シスの謎を解け。この子の未来はよく見えない。まあ選ばれし者ですけどね。はい、ということで、新たなる味方ナブーの太田軍がへ戻り、ボスナスに協力を得るというところですね。というか、これ乗らなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。これマジで本当に乗らなくてもいいと思う。本当に乗らなくていいと思う。これはもうすぐ帰ってくるんだから、だから次行っていいはずなんですよね。はい、それで行きましょう。おっと、視点が、はい、行きましょう。で、
ここで普通ならばですね、このロイヤルスターシップに、まあ乗るんですけども、こっちに乗っていきますこっちに乗ります、なんか知りませんけど、こっちに乗ります。はい、ナブ移動いきます。パオンガコに行きます。ドン。はい、一緒に行きます。一緒に行きますけども、おい、ここではちゃんと、まあ名前わかんだせんけど、こいつがなってます。はい、ナブーパオンガコに来ました。はい、19のところですね。まあ一応聞きましょうか。ヒント、お、こうやってヒントがあるんですね。ヒント、進みに困ったらホロプロジェクターのエクストラタブにヒントを獲得しようという設定とか、まあこうアクシビティとか、あ、まあ こんな感じであるんですね。キャラクター操作、あ、カメラとか、はい、ということで、はい、といった感じで、まあ見ていくといった感じですね。あんまりこういうの見たことないんですよね。おっと、パドメで、誰が出てるのかと、この4人ですね。はい、ということで、はい、パドメでいきましょう。はい、お立ち入れします。はい、 OK、 軍艦シティに行きますかということでいきましょう。はい、着きました。パドメ・ナブーの戦い、新たなる味方オータ軍艦の越権してボスナスを探すといったところですね。行きましょう、行きましょう、さっさ行きましょう、さっさ行きましょう。今回はですね、とりあえずミニキットはですね、まあ、フリープレイモードで取っていきます。ミッションをですね、なるべくですね、取っていきたいと思います。ストーリーモードでミッションだけはですね、なんとか取っていきたいと思いますけども、まあどうなるんでしょうか。こっちですね、行きます。はい、グラップルと出ましたね。これグラップル、グラップルですね、グラップル、あれ、ちょっと待って、どっちだ、こっちか、あ、こっちですね。誰もいません、誰もいません。連れ去られたのでしょうか、もしくは脱出したかですね。そうか、隠れてるんだよ。軍艦ミッションだけをですね、ちょっと重点を置いて、コンプリートしていきたいと思います。よいしょ。はい、次どこに行くんでしょうか。ここ見渡すとですね、いろんなバブルの部屋がありますね。おそらくこれ後からですね、またフリーの時にですね、まあいろんなことができるんだと思います。まあ同じ部屋もありますので、ほら同じ部屋ありますよね。ここはまた何も違うんでしょう。はい、これではちょっとバブル、ここの泡のところに行きます。はい、こっちね、秘密の入り口があるんだ。はい、ありますね。聖地に入るには秘密の鍵がいるんだ。田中もいましたね。確かこの辺りにあるはずなんだけど、ここが聖地の入り口ですね。ほら、あった。あ、壊してしまった。でも壊れてる、直してくれたらミーたちも聖地に入れる。はい、オッケー。そして掴む、そして押す。はい、開きました。では行きましょう。はい、OK。 はい、ストーリーを続行する。ボスナスですね、出てきましたね。私がアミダラ女王です。いいえ、私がアミダラ女王です。おいおいおい、何いるんだよ。アミダラ女王です。シードの十分、それは違う、それ違う、 あなたも違う、君ももっと違う。ダチョウクラブか、ダチョウクラブか。お、汚れがすごい、リアルですよね、これ。むっちゃリアル、汚れが。ただ、あ、踏んじゃった。今踏んだよね、踏んだよね、あの音。ミーたち、友達になれそうだ。はい、友達、友達。宮殿に向かいましょう。司令船を攻撃し、
総督と対決しなくて、はい、ヌート慣例ですね、ヌート慣例総督ですね。次は、スピーダーを使い宮殿を奪還しろというところですね。はい、それではやっていきましょう。総督を取り逃がしたらまたドロイド軍を率いて戻ってきますよ陛下。だからこそシード宮殿を一刻も早く取り返す。はい、取り返しましょう。僕はどうするの？手伝わせてよ。君の仕事は死なないように隠れ、そうだよね、死なないように、民族をつながなきゃいけない、というかこの人選ばれし者でしたね。 OK。 兄、隠れろ隠れろ。おお、ザトイチか。ザトイチみんな知らないだろうな。なら安全だ。北野武史もやったんですけどね。ヨクザの間にいるはずです。おい、あれは俺の船だぞ。おい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 。出た、ダースモール。かっこいいですよね。紹介しましょう。ない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 、頑張れ。さあ、ダースモール対決ですね、始まります。ダースモール、はい、ミッション面はモールの撃退となります。防御だ、訓練を思い出せオビワン。はい、持ち上げる、長押しでフォースで、オブジェクトを持ち上げるといった具合ですね、そして R でオブジェクトを動かすと、はい、そして狙いをつけます、狙いをつけます、そして、投げるといったところですね。はい、そしてチュートリアル L2 長押しライトセーバーの狙いをつけると、はい、そしてで投げると、はい、OK。 おっと、L でいずれかの方向を入力しながら X でその方向に攻撃を避けられると。 L 左プラス X または L 右プラス X 横に避けてみようということでやってみましょう。はい、 OK。 長押しで、ブロック、スタッドのですね、上ゲージついてますけども増えませんね。はい、OK。 この裏にですね、ミニキットあるんですけども、ここはちょっとミッションをですね、中止してやっていきたいと思います。敵が来ました。攻撃を開始。あ、グラップリング服ここにありますね、覚えておきましょう。次どこ行きました？はい、次行きましょう。シルベムシに従っていきましょう。こっちですね。はい、ダースモール追っていきます。とりあえずここはですね、ミッションのクリアをですね、目指します。ドロイデカですね、来ましたね。ここら辺は、この辺はですね、フォースで戦わなければいけないんでしょうけども、
エレベーターに乗ります。はい、押します。またドロイドです。動員が到着。ラジャラジャ、行きましょう。もう見えなくなりました今の。やっぱフォース便利ですね。使い慣れるとフォース便利です。これはですね、今クワイガン人が前にいますけども、後ろはガラケなんですね。ダースモールの後ろはガラケです。ですので、交代します。そして攻撃します。でこの辺の連続ですね、攻撃します。おー、いきなり、はい、今操作できません。さあやっていきましょう。こちらをからかう。行くぞ。逃がすわけにはいかん。ジャンプ。以前までのですね、レゴゲームではですね、このジャンプして渡っていくっていうのはむちゃくちゃ難しかったんですよね。でも今回はですね、こう磁石で吸い寄せるような感じで、いけます。ちょっと今フォースをですね、ちょっと試してるんですけども1、そして、ちょっとやっぱフォース難しいですね。フォースの扱いがなかなかやっぱ難しいです。丸を押して、R2 で投げると、丸を押して R2 で投げると、おなかなか、すごいジャンプですが、私の足では無理だな。別の方向から近づこう。はい、ということで、こっちですね。あ、じゃあやっていきましょうか。ですね、有利な流れということで、長押します。そして、指を離しても結構ですので落ちます。離すというところですね。そして置けましたね。はい、次。あれ、はい、持ち上げます。そして向こう側に行って離すと。はい、それでは、はい、行きました。ミッション一つクリアですね。はい、先ほどフォースドアウト、はい、行きましょう。戦いましょう。はい、これでフォースドアウトをクリアできましたね。5台のですね、ドロイドをフォースで、破壊するということですね。強いな、強いな。ちょっと待てや、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 ちょっと待てや。なかなかこれね、ジャンプできないんだよね。うまく。OK。一つのミッションがですね、このダースモールに勝利するというところが一つのミッションになってますので、これがクリアできないと、また連打連打いけ。ちょっと待てや。おお狭い。どこどこどこ、お、どこいる。あ、逃げました。なかなか真のジェダイになれませんね。どうやったらなれるんでしょう。
かなり危険なバリアだ。気をつけろ。はい、これ開いたらすぐ行けます。行きましょう。次もですね、開いたらすぐ行けます。行きましょう。はい、そしてならば手動、はい、持ち上げます。はい、OK。オッケー。オッケー、行きましょう。まずですね、落ち着け、パドワニ、乗り越えられぬ障害ではない。オッケー。そして違う、違う。はい、オッケー。はい、オッケー。次、黄色ですね、持ち上げます。はい、上にやりましょう。はい、オッケー。あれ、遠近感が分からない。はい、オッケー。さーて、次。はい、あれ、あ、ちょっとダメでしたね。はい、連打です。連打、連打、連打。あのですね、攻撃しながらジャンプができないんですね。ついている、我々の勝ちだ。どこだ。はい、OK。あー、ダメでしたね。真のジェダイにはなることができませんでした。あとはフリープレイモードで解決していきましょう。うわー、やられた。ちょっとね、レゴね、あんまり人死なないんですよね。というのもこれ、キャラクターロック解除されてどうやって出てくるのかということなんですね。死んでしまったらということで、これはフォースになって出てくるのかという感じなんですけども、どうなんでしょうね。まあ普通の感じで出てくるんだと思いますが。残酷。ということで、ヌートガンレイですね。はい、ここで包囲されてしまいました。今らの反乱ごっこも終わりですな、陛下。ご督、そなたの占領こそ終わりです。さあ、まあ、さあ、総督、話し合いと参りましょう。銃に穴がありませんが。はい、アナキーですね、可愛らしいですね。まあ銀河を救う活躍をしますよね。この後ですね、バトルになるんですね。まあアナキーが活躍するバトルがあると思うんですけども、はい、このスターウォーズはですね、日本のですね、戦国武将の映画ですね、を参考にしていると言われてますね。まあこういう衣装はですね、参考にしていると言われています。まあ有名な話なんですけども、ダース・ベイダーのまあマスクもですね、参考にしたと言われてますよね。出陣と参ろう、いざ戦場へ。はい、ステージステータス6分の0ベータコールモール1つですね。フリープレイモードが解除されました。続行。はい、スタッド。
全然ダメでしたもんね。これ頑張んなきゃいけないですね。はい、続行、ステージチャレンジ、フォースドアウトですね。有利な流れ、はい、モール撃退ができませんでしたね。ダースモールを倒すことができませんでした。次の目標ですね。はい、ミニギット、まあ、全然取ってないですね。はい、キャラクターと船、オビワンケノービーエピソード1マントなし、クワイガンジン、そしてダースモールマントなしと、まあ対峙してないからでしょうね。ダースモールダークサイド、ドロイデカですね。まあドロイドと思ってましたけどドロイデカですね。はい、キャプテンターパルスということで、早速フリープレイモードで 100% コンプリートを目指してやっていきましょう。次、はい、ここですね、ファントム目指す 46.8% となっています。分隊部クラッシュまで 100% になっています。ベータコールモール、はい、 34% いってみましょう。今度はですね、ダースモールの撃退、それとですね、ミニキットということになります。はい、それではですね、副音声としてですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。ミニキット、これですね、出発地点から逆戻り、後ろ向きにですね、今走っています。そしてですね、階段をですね、自分で作ってですね、 3つの階段を作ります。そしてですね、2段ジャンプで上に上がっていきます。はい、そして、ミニキットゲットですね。これで5分の1となりました。5個のうちの1つですね。はい、次に行きます。次はですね、隠し扉の財宝となっています。隠し扉というぐらいですから、あ、扉なんですね。ここはですね、破壊して、での、まあ、場所ですので隠し扉ではないんですね。ということで、これ中空っぽなんですね。これ見たときはびっくりしましたね。もう取った後なのかなとちょっと勘違いしましたけども、これ空だったんですね。ということで、もう一つあります。はい、ここですね、ここもですね、だいたいここは壊したというか、大体本当はですね、フォースで上に上げるんですね。ということで、隠しドアなんですね。そういうことで隠しドアなんですね。はい、ここもなかったんですね。びっくりしましたね、本当に。もうなんかちょっと頭おかしくなったのかなと思いました。ここが扉ですね、上に上げると、ここが扉になっています。ダースモールの撃退の最後の方になりますね。ドアのところですね。はい、ここでミニキットゲットといったことで5分の2ですね。はい、次ですね、掃除係は誰が掃除するということで、5つですね。この時にですね、私はルンバと言ってましたけども、この掃除機をですね、5台ですね、撃退しなければなりません。はい、小分ですね。この場所がですね、ちょっと覚えてなかったんですね。皆さんにちょっとお伝えすることができなくて残念なんですけども、1回に1台、そして 2回か3回ぐらいにですね、4台あったと思います。これはちょっと、おぼろげで、覚えてるので、ちょっと違ってたらすいません、申し訳ございません。次ですね、例えばですね、離れているところにですね、こういって、あった場合はですね、ライトセーバーを投げればですね、破壊することができます。ただですね、スタッドがちょっと回収できないんですね。はい、次行きましょう。ミニキット5分の4ですね。はい、ということで、フォースでですね、まあ、組み立てていきます。これを4つですね、4つのスイッチを作っていきます。はい、こういった形でフォースで作りますね。はい、はい、4つ目、作っていきます。はい、ドンということで、このスイッチを4つ押さなければならないんですけども、キャラクターが2体しかいないんですね。ということで、何か重しをですね、探しに行ってるところなんですね。はい、箱見つけましたので、これを持っていきたいと思います。はい、そしてですね、スイッチの上に落とします。落としますというか、まあ置きます。はい、そしてもう一つ獲得しに行きます。はい、フォースで持ち上げて、戻ります。
はい、そして、そして置くというところですね。そしてですね、あとはキャラクターでスイッチを押すんですけども、キャラクター交代して戻ってきて押すといった形になります。はい、 OK、 それでミニキットゲットとなりました。これで4つゲットですね。はい、そして最後ですね、最後がちょっとやっぱ難しかったんですね。これ、もう少しでダースモールに勝つというところなんですけども、これ落ちるんですね。落ちて渡ってってこのミキニットをゲットするということなんですけども、下のですね手すりに移行するのがですね、スティックをですねこうやればよかったんですけども、なんかこう分からなくてですね動転してまして、これで、キャラクター交代して落ちたと、攻撃をされて落ちたといったところなんですね。でも、まあ、これで戻ったらゲットしていたということなんですね。はい、これで5分の5と、ミニキット全部ゲットしたと、クリアしたと、コンプリートしたといったところなんですね。はい、次ですね、スタッド、真のジェダイとなりますけども、これね、このスタッドのですね、まあ、コンプリートなんですけども、これなかなか難しかったんですね。なかなかたまらなかったんですね。というのもですね、まあ、チャレンジ等々でですね、スタッドというのがたまるようなチャレンジはございませんでしたので、いろんなところを壊しまして、もうほとんど全部壊したんじゃないかな、手すりまで壊してしまったんじゃないかなというぐらい全部壊しまして、やっとこさ貯めたんですね、スタッド。そしてですね、まあ、やっとこう真のジェネラルになったといったところなんですけども、本当これクリアしました。これに時間かかったんですね。あ、もちろんモルもできて、これもむちゃくちゃ時間かかりました。で最後にですね、ここ、これで、スタッドかなり稼ぎましたね。はい、紫のスタッドですね、これでかなり稼ぎました。本当にこれでだいぶ稼ぎました。ですので、紫のスタッドをですね、見つけたらですね、皆さん必ず回収してください。はい、こうやってですね、どんどん壊していったんですね。こうしないとですね、なかなか難しかったですね。なかなかたまりませんでした。はい、たまにですね、こうやって、ドロイドがこういっぱい出てくるんですけども、これでもですね、だいぶスタッド回収できるんですが、はい、たまにこういったもの、なんか歌ってば楽曲なんかやってますけども、これをですね、ライトセーバーでですね渡れないので、ここから倒していくんですけども、これでもですね少し稼げますかわいそうですが、これで少し稼げますということですね。これで、コンプリートと、真のジェダイとなりました。 OK、 真のジェダイ、はい、 OK、 これで真のジェダイとなりました。ヤッホーという感じですね。はい、そしてチャレンジですね。これでフォースとアウトですね。これはですね、フォースプッシュでですね、ドロイドを5対通路から押し出すといったチャレンジになります。はい、これかわいそうですよ。もうな、もう本当にもうちっちゃくなって、遠いところに、本当に本当かわいそう、これは本当かわいそう。はい、そして次ですね、2つ目のチャレンジ、有利な流れとなります。フォースを使ってですね、足場をボックスで作ってですね、電波の、まあ、上ですねをと渡るということですね。これですね、チャレンジの説明文というのがメニューを見るとあるんですけども、チャレンジを成功しないとですね、その文章というか、まあ、情報が見れないようになってるんですね。早く教えてくれればいいのにと思いますけども、チャレンジクリアしないとこれ見せてくれません。はい、OK、 はい、獲得しましたね。はい、これで最後のチャレンジですね、ダースモール、そして、モールの撃退というタイトルがついています。まあ、これはですね10分以内にですね、ダースモールを、まあ、倒すということになっています。これですね、これはですね、三角を、まあ、押しまくるということですね。そして、はい、そしてこのバトルのですね、まあ、大事なところはですね、一切もう引かない、まあ、赤いマークが出るときだけはですね、まあ、
避けなければなりませんけども、その後はですね、まあ全身全身全身あるのみ、叩いて叩いて、まあ叩くのみとなってます。後ろに後退することは一切許されませんということで、早くですね10分以内に倒さなければいけませんので、バトルというのはですね、3つあります。3つ、前半、中盤、後半とありますけども、それの合計で10分以内に倒すということになっています。というので、まあ、攻撃攻撃攻撃しかありません。命がですね、なくなったりもしますけども、そういうことはですね一切もう考えない、もう一切考えない攻撃攻撃攻撃です。そしてこう逃げましたけども、上に逃げました。まあ、逃げましたけども、もう速攻で、まあ、フリープレイモードで、このモールの撃退だけ残った場合はですね、もうスキップスキップスキップで飛ばしまして、やっていきましょう。今合ってるこのバトルはですね、中盤のバトルなんですけども、背中を見せます。そして前はですね、ライトセーバー回してますので、攻撃することができませんということで、キャラクターをですね頻繁に交代しまして、後方からですね、攻撃するようにしましょう。はい、OK。 はい、丸の連打ですね。これは長押しじゃないです、連打です、連打。はい、それで、落ちましたけども、はい、落ちましたけども、次ですね、逃げていきます。はい、省略します。はい、次ですね、追いかけていきましてバトルになります。これはまだ中盤のバトルになりますね。はい、上にですね、ダンスモールのですね体力ゲージがございますけども、ハートマークは3つあります。ということで、この3つをですね、どんどん減らしていくというところですね。ですので前半中盤後半でですね1個ずつ、まあ、減らしていけば なんとかなるかなという感じですね。でもですね、なるべく早く倒した方がいいと思いますね。はい、ここでもう3つなくなってますけども、上のゲージがですね後半でなかなかこれ減らないんですね。ですので、まあ、腕がないと言えばもうそれまでですけども、ここでなかなか減りませんので、やっぱり、前進、攻撃攻撃攻撃あるのみですね。はい、で、防御もありますけども、私これね、ボタン押しっぱなしでした。防御のボタン押しっぱなしでした。まあ、それがどうなるのかは分かりませんでしたけども、まあ、それでクリアしましたのでね、なんとか、まあ、それでもよかったんじゃないかなと、今は思っています。はい、ここも連打ですね。連打、連打。はい、そして避けます。速攻で避けます。そして、もしですね、これダメな場合もですね、このチャレンジだけですね、やり直すことができますので、その時はですね、また何回も何回もやり直したらいいかなと思います。はい、これで撃退しました。はい、いきます。ベータコールモールステージクリア、6分の5ですね今のところ。はい、 OK。 そしてですね、スタッド、真のジェダイになっています。なっていますなっています。はい、次、ステージチャレンジだ。おっと、ステージチャレンジボール撃退。おいや、やったぜオライ、やったぜオライ、すべてのチャレンジ OK ということで、ドクボドロククリアしました。はい、ミニキット5個ゲット、マイクロビルドが解除されました。ダースボールのシミッター小型キャラクターと船閉じる。さあジャージャー、ミーたちも合流しよう。オッケー、1166分の18ってどういうことか。はい、それではですね、次回、もう頭がこんがらがってますけども、準備ですね、軍艦とともに戦いの準備をするということで、平原でですね、の戦いになります。その前にですね、ちょっと準備をするかもしれませんね。映画ではちょっとそういうのあったかな、あったんでしょうね、多分ね、忘れたんでしょう。それとですね、アナキン・スカイウォーカーのですね、次の次になるかもしれませんけども、アナキン・スカイウォーカーのですね、まあ活躍が見れるといったところでしょうか。それではですね、また次回お会いしましょう。じゃあね、フラフラじゃん。